皆さんこんにちは。今回はトゥルパというゲームをプレイしていきたいと思います。ではプレイの始めからと行きたいところではありますが、操作マニュアルがなかったのでまず確認をばと思って始めたらオートセーブだったみたいですね。見事にセーブされてしまいました。いや、しょっぱなグダグダで申し訳ないです。ですが、コンティニューでも変わらないようです。まあ、せっかくですので、パート1ではありますが、まさかの続きからやっていこうと思います。では、続きから。さて、そんなわけで始まりましたトゥルパ。え、本当に始まりこんなんかよと私の言葉が信用できない方は Steam で絶賛配信中です。ぜひぜひプレイしてみてください。多分誰も見てないから反則にもなんねえな。まあいいや、そんなわけで中央でぴょこぴょこ跳ねてる女の子オフィリアを操作していきます。お、近づいてきたね。オフィリアといえばやはりシェイクスピアのハムレットですかね。まあとは言っても某フリーゲームの受け売りなんですが、必要な知識はすべてゲームくらいだ。そんな私です。これは関係ないかな？真ん中だけ3本なのは。まあいいや。トゥルパという言葉の意味も、まあ後々ご説明しましょう。とは言っても私もすべて把握したわけじゃないんだが。ジャンプウィズ。これはスペースキーかな？あ、なるほど。とは言っても私はゲームパッド使ってるんで、何ら問題はないね。老朽化。まあ、それ以上だな。まあ、いいや。ジャンプ。ちょろいぜ。これは何だろう？レンガ？違うかな。まあ、いいや。ジャンプ、ジャンプ。なるほど。これは、これ多分いけないから、押せるとかかな。あ、よしよし。重そうだけど、結構たくましいね。この子。よし。これで、よじ登るんだ。腕の力強いな。これどうだろう？高いところから落ちたらやられたりすんのかな？よし。ドン。着地もすげえ見事。しなやかな。猫のようだね。んで、なんか書いてあるけど、英語苦手なんだよな。サニティ。イフ、オフィリア、スターツ、feeling upset, it's an indicator. 詳しくは字幕を入れておこうかと思いますが、なんだろう、オフィリアちゃんが何かをし始めたら、それは良くないインジケーター。なんつんだ？指標？みたいなのだから気をつけろと。産地があるんでしょうね。それが、体力なのかな？体力バーとかは見当たんないけど、多分ここでね、何かをやんなきゃ いや、リア充は爆発するとは言ったけど、今のなんだろう、ハゼるとかいうよりも、弾けたね。弾けリストか。これは、下何か増えたな、文字が。読めん。とりあえず、早いとこなんとかしろみたいなことが書いてあるのがわかんない。あ、いけるんだ。早いとこなんとかした結果がこれだよ。とりあえず、これをかわして、ここはもう大丈夫なのかな。戻れるのか？あ、戻れて、大丈夫か？あ、ダメっぽい。なんか頭抱えてるね。なるほど。とりあえず、まあ、早く対処しろっていうことかな。また段差か。せっかくだから高いとこからね。やっぱり高さは物ともしないね、この子は。戻れないか？あ、戻れる。やっぱすげえ腕力だわ。脚力もね。ここは登れて、電気がついてるってことは人が住んでる屋根の上、屋根とかそういう以前だな。上すげえことなってるわ。これあれでしょ？多分上からなんか降ってくるでしょ？
そこの隙間はダメなんだね。なんだろう、なんか巻き菱でも巻いたのかね。忍者な、やめとこ。これはどうだろう、絶対何か降ってくるべ。よしよし、たくましい。あの根っことか、あや、し、かったけど、用心深すぎたか。プルオブジェクトウィズ、X。しまった。ゲームパッド使ってんだよな。ボタン何かあるか。これ多分引くんだろうけど。これ多分落っこっちゃうんだよな。またパリンってなっちゃうから。ちょっと待ってね。ちょっと待って、X。X で。なんだこの動きは。どうした？あ、いけた。しまったな。すげえ変な体勢でやってる。キーボードでプレイした方がいいのかな。で、わかるよ。これこのまま引いたら落ちちゃうでしょ。大丈夫、押す。わかってるよ。なるほど、入れないのね。じゃあ、X とかもしっかり使っていく感じか。ジャンプだけじゃ無理ね。これを押してって、よし、OK。全然 OK じゃねえや、こんちくしょう。はい、倍速。よし、ちょろいぜ。で、そろそろ忘れた頃からね、上から何か降ってくんじゃない。わあ。まさかの下から来るぞ、気をつけろってやつだね。本当に何も降ってこないのか、ここ。なんだろうね。で、噴水と。さっき、絵から水がこう落ちてきて嫌がってたから、オフィリアっていう名前くらいだし、水が苦手なのかなと思ったけど、そんなことないね。綺麗な噴水はとりあえずスルー。これはなんだ、キープアウト。なんで書いてあるのかちょっと読めないな。画面が遠すぎる。小屋。持ってけば、何も持ってけない。まあいいや、進みましょう。うわ、これは、ちょっと。まあ確かにすぐに対処しろっていうのはわかるけどさ。さすがに気になるじゃない？黒魔術で貼り付けよ？これは何かい？でもやっぱスルーするしかないのかな？よし、走り抜けよう。え、もってなんだろうね。これは戻、こっちには戻れんのか。うわ、耳が。あれ、いなくなった。っていうかね、今貼り付けにされてたのって、いや、やめておくか。まあ、後々、何を言いたかったのかはご説明しましょう。次のパートになるのか、コンパートでいけるのか、これなんだろうね。水車みたいな感じだけど、乗れるわけでもないし、引っ張れるわけでも、ないか。まあいいや、スルー、先に行こう。この木何の木？特に気になんね。嘘ついた。枯れたのか。いや、それにしても美しくも不気味な世界だな。さて、では、ちょっとフルスクリーンでキャプチャーしてるので、ハードディスクが悲鳴を上げ始めそうな気配なんで、短いですがこの辺にしておきましょう。では、次はここからスタートに多分なるんじゃないかな。オートセーブを私は信じる。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。